梅津寺駅は、愛媛県松山市梅津寺町にある、伊予鉄道高浜線の駅である。駅番号は、異例に。ホームの柵を挟んですぐ真下が砂浜であり、改札を出て、すぐの階段からその砂浜に降りることができる海に、近い駅である。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、有人駅である。2番線ホームの背後は海岸である。1番線が、上下本線。 二番線が下り本線となっている。これは二番線ホームが異常気象時に高波を被った場合、高浜駅電車を一番線に入線させるためで、それに備え一番線の港山方に折り場内信号機と渡り線が高浜方に下り出発信号機がある。松山市駅からの伏線区間は当駅で終わり、終点高浜駅までは単線となる。 1991年に放映されたテレビドラマ東京ラブストーリー最終回の舞台の一つで主人公の赤なリカがハンカチを結びつけた作がある。ドラマ放映後、この駅の切符を持っていると素敵な出会いに恵まれるという都市伝説が生まれた。赤なリカを真似てハンカチを作に結びつける来訪者も後を絶たず、一時は作にハンカチがずらりと並んでいた。 ドラマ放映から30年以上経過するが、ハンカチを残していく来訪者がいる。ホームの柵には、ロケ地であったことを示す案内看板が設置されている。ありがとうございます。